いただいております、また投げ銭等の大花もたくさんいただきまして誠にありがとうございます、ご覧いただいておりますように踊り子は中学生と高校生が主体となっております。私どもの地域ではこのどぶろく祭りには女子青年が少ないことから中学校の1年生から踊っていただいております。したがって長い子ではそして笠踊りが高校生と女子青年となっておりますが、毎年お見えになっている方にとっては1年1年この子どもたちが成長していく姿とそして上達していく踊りを合わせて楽しんでいただけるのではないかと、良き伝統文化が失われつつある中でこのどぶろく祭りとともに根付いてきた獅子舞や民謡といった郷土芸能をどれだけでも守り継いでいけるよう保存会として日々努力をいたしておるところでございます。白川郷の人にとって民謡は心のふるさとでありいつまでもふるさとを思い起こさせるものだと思います。これからもこの文化の伝承のために子どもたちと共に頑張っていきたいと思っておりますので何卒ご声援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。それでは最後に白川郷の代表的な民謡であります古代人をご覧いただきたいと思います。古代人の由来は古代人つまり子供が大事ということから来たものでその昔白川郷は大陸の城主内ヶ島と一向宗可燃坊の二大勢力が争い激戦の末可燃坊側が敗れることとなります。後にその時乳母と共に飲まれた壁に丸という子供が成長して再び白川郷へ戻り内ヶ島と和睦を結びその娘と結婚することとなりますが旧敵同士の結婚であることから亀島丸が勢力を伸ばして内ヶ島を脅かすのではないかという憶測が見られておりこれが歌として生まれたのが古代人だと言われております。しかしみんなが心配することなく両家はより以上に親睦が深まり何より子供を大事にしたので子供大事節となったと伝えられております。それでは最後に手踊りそして踊り子全員乗ります笠踊りをご覧いただきたいと思います。
けつけて白川小大臣でございます。どうもご清聴ありがとうございました。